なのかな。そう、それでちょっと自分が一番いいと思った時のなんかモチベーションの高さなんかね、ま、合わなかったねタイミングが。そう、なんかほんと特別な時にしか行きたくないと思ってたの、可愛くて、うん、でも売りたくないし、それだったらこのなんかね安くないし、だから大切に可愛くなんか来てくれて、それもなんかね仲良しっていうか、ちゃんとなんか喜んでもらえたらいいなっていうか、そういう人にあげたいなと思ってたから、売る時とかあるの？まあそう、服売ったことないんだよね、売り方がわからない。あんまり来てないから、もしかして売ろうと思ったら売れるのかなと思ったんだけど、お店に持ってくのもめんどくさそうだし、実家にいた時はもうお母さんにそういうの任せてたからね、あれだったけど、そうだから売るっていう作業したことないから、ちょっと勉強したいですね。なんかさ、メルカリとかってさ、私買ったことがあるから買うのはなんかもう簡単だけどさ、売るって絶対大変そうじゃない？だったりさ、自分で包装してやるんでしょ？あれすごい大変そうじゃない？コンビニに行った時にさ、メルカリ専用のなんか送るちっちゃい段ボールとか、ああいうのってびっくりしたんだけど、あ、本当にこれ自分で全部そうやるんだと思って。私メルカリ何買ったんだっけかな、なんだっけ、シール買った、両面テープみたいなちっちゃいシールが欲しかったんだけど、でも海外のものあったけど、私もたまたま見つけて、お店で見たとき、ロフトとかで見たときはたまたま見つけて買えただけで、もう一回探そうってなると結構いろんなお店巡んないと大変そうだなと思って、一か八かで商品名を入れてみたら、なんか使いかけてよかったらどうぞみたいなの見つけて、それで両面テープ買った。こういうテープじゃなくて、つぶつぶの両面テープ、あの時に買ったのよ。あの日本地図作ろうみたいな、コロナ禍、今よりもっとコロナ禍だった時、なんか8のみんなでさ、地図作ろうみたいな時あったじゃない。うん、その時に確か買ったような気がする。近かったかな、なんか桜とか作ってたやつ割れて懐かしいになっちゃうんだねそう、確かその時、うん、桜の材料まだ家にめっちゃあるんだけど あれもう一回作ってファンクラブで1個500円とかで売ってもいい買う人いな欲しい？いいねって言ってるんだけど、本当に言ってる？絶対買わないでしょ。だって安くない？え、安い？あれすごいぼったくりだと思ってたんだけど今。いいの？買ってくれる？全部私の元に入ってきたら私お金持ちになれそう。サインしてどこに？花びらに？わー。
じゃあ生活が苦しくなったら桜売ろうかな。バレちゃうよね、アリンちゃん今厳しいんだって。内職。手ぐらい桜のあのやつめっちゃ余ってます。髪切った、前髪切った、あ、後ろは切ってない。今ね、あの何このプランってウルフでうーんってなんか長く残したやつを今ね後ろで止めてるんですよ、暑くて。だからすっごく短いみたいな感じになってる。でも割と今自分でこの、ね、ショールームの画面見せて思ったんだけど、意外といけるんじゃないか説。意外と切ってもいけちゃうんじゃないかなって思った。いい感じ、ほんと？でも短すぎて、むしろ私がピーターパンみたいな感じになってきちゃってるけど、私はウェンディ役です。稽古始まったらなんか2人ともピーターパンみたいな感じになりそう。あー確かにイヤリングね、そうだね、なんか長いやつとかさ髪より下に出てきてね、確かに見えやすくなりそうだね。まあピーターパンもやっちゃうよってきた。え、やっちゃおうかな。できないよ、そのセリフわかんない。次やればそんな簡単にできるものじゃないから、私が今回そのウェンディちゃん役やらせてもらうことにあって、そのハードル低く思われてるかもしれないけど、もうほんとすごいんだからね、ほんとにダメだよ。ちゃんとすごいものとしてちょっとちゃんとみんな認識して。サンダル可愛かった。あ、今日あれスマールで履いてた靴、あれももうめちゃめちゃ何年も履いてるよ。あれでもファンの人に聞いた方が早いと思う。何年ぐらい履いてんだろう、あれずっと同じの履いてる。なんか靴ってなかなかさ買おうと思わないんだよね。なんか何でだか。新しい靴はあんまり、なんか靴が一番別れがしんどいくて全然次に進めない。だからずっと同じものをずっと履いてる。汚くなったら捨てないの？あー、その辺に関してはちょっと汚れてても気にせずにずっと入ってる。ずっとお気に入りで入ってる白の靴とか本当に。ちょっと汚れ、ちょっとどころじゃなくて汚れてるんだけど、クリーニング出そうともいつも履いてるから出せないし、どうしたらいいかな。ちょっと勇気出してあの靴とおさらばして新しい靴買おうかな。サンダルとかも全然だな。だから今日履いてたサンダルとかは4年は本当に履いてると思う。
まだまだだけどね、4年なんて。私夏しか履かないから全然、なんか十何年とかいけそう。履きすぎ？さすがに靴が壊れるか。クリーニング出そうと思ってるんだけど、出してる期間何履けばいいのよってなっちゃうから。でもマーチンとかはさ、あの黒のブーツのとこのマーチンは結構長めに履けそうじゃない？マーチンの靴ずっと憧れて、ブーツね、やっと変えて、結構な 2,3 年前ぐらいにやっと変えて、でもやっぱり最初すっごい硬くって、かかとのところとか A のあの岡部チーム名の時の前通の時とかに、わーい嬉しいなと思ってウキウキでマーチン履いて集合場所行ったのよ。でもそんな歩いてないのに集合場所行くまでにもうかかとが痛くなっちゃってそう、もうそしたらもう本番前にかかとすんごいことになっちゃってそれぐらいからあんま詳しく言わないけど、本当にひどいぐらいちょっとやばくなっちゃって、そうすっごいもうかかとに意味わかんない、怪我じゃないのに、怪我っちゃ怪我かもしんないけど、歩いてしかいないのにひどいことになっちゃって、テーピングぐるっぐるにして A のね前通やってたんだよね。この間ももちゃんが舞台やってたところでやったやつ、名前忘れちゃったな。なんか近くに川みたいなのがあるところ、であれから新しく履く靴はちょっとだけ履き慣らしたりとか、私がその時調べてやったのはドライヤーでかかとをちょっとだけ温めてグニュグニュグニュって柔らかくしてから履くみたいな。私もな結構入ったからね、もうだいぶ柔らかくなって靴ずれしなくなった。もーちゃんショートね、あ見た、私もめっちゃ良くない？でもなんかもうずっと短いイメージだから、あすごいめっちゃ切ったじゃんとはならなかったけど、なんかさっきツイッターで見たやつすっごいイケイケだった。イケイケ大西、慣らした靴履くのは 割と常識。えでもさ、でもさとは言ってもやっぱり一番最初に履くときはしょうがなくない？だって本当にそんなに歩かないだろうと思って、距離的に私はその履き慣らすっていう作業、私はその時にしたの。それでもダメだったの。だからもっと履き慣らす前にちょっと温かいもので柔らかくするっていうことを学んだわけさ。あれは本当にねすごいなと思った。ああね、絆創膏もね、絆創膏も最初ビビってもうずっとやってた。だからそういうことがあるから靴ってあんまり、そうお洋服とかそういうのないじゃない。だから靴は本当にあんま冒険できない。だから今かかとがないサンダルとかおしゃれな靴をすっごい探してる。スニーカーとかはね全然そういうことないんだけど、やっぱりかかとがあるこう女性らしいパンプスとかヒールとかああいうのはね結構だからずっと同じの履いてるの、私黒の、 あのいつも履いてるやつとか。そうヒールは確かにね、だしそのかかとスレスレって痛いみたいな問題プラスずっとね
つま先立ち状態辛くなって足の裏が痛いよってなったりするから、でもすごいと思うの。だってそれを履きながらさダンスとかやってるからさ、一時期はあれでさいいやいいやってやってたりもしてたから、本当に私たちってすごいなって思う。ヒール履いて立ってやってると頭おかしいよね。すごいなアイドル、えへんえへん、あそうださっき来たのあれだった、今日は何やってあったの見てよ、みくちゃん見てよ。今日はロブハドールレトリバーとなギサのチェリーと週末のトゥエット歌った。週末のトゥエットはね、マリアがいいって言って、あ、本当？新鮮だった？やっぱもう月一でやってくると思うね。もう 何がいいんだって何がいいんだみたいな感じになってくるから。